食べ過ぎじゃない？
がってる。ここすごいな。めっちゃ押しに来たの。ほらほらほら。ちょっと見える。かわいい。ほら見て見て見て。あれ見れたよ。かわいい。でっかいね。けど、あんまりうまくてなかった。撮って、今撮って、今撮って。撮らないの。何あるんだよ。あ、いいですね。
とか、あ、いいお答えですね、はい、そうですね、木の実とかはですね、割と野草とかですね、木の葉っぱとか枝とか、根っことか、そういう野生で食べてるようなものをですね、あげられれば、もともと、いい暮らしができると思うんですけれども、私たち飼育係もですね、いろいろ難しい仕事がたくさんありまして、山の中に入っていくなんですけれども、八百屋さんからどういうものをですね、仕入れていくか、仕入れてきている先生番たちにあげるイメージ、あると思うんですけれども、実はですね、バナナとかリンゴとかオレンジとかですね、もうあまりチンパンジーたちにあげるのはやめましょうというふうに最近は変わってきています。最近はですね、そういうものは極力あげないようにして、代わりにお野菜をいっぱい、フルーツ、フルーツを食べる動物だからフルーツを積極的にあげてました。今はですね、フルーツはダメですよ、お野菜に変えてくださいねというふうに言われています。これはですね、簡単に言うとですね、私たち人間の生活でもそうなんですけれども、成人病が流行ってるんですね、チンパンジーの中で。成人病って言われると、フルーツって私たちのイメージだとすごいヘルシーなおやつっていうイメージですよね。食後に、食べるフルーツってアイスクリームよりもヘルシーなイメージがあって、それは確かに正しいんです。でもチンパンジーたちのような、フルーツだけの生活をしていると、実はフルーツってもう 毎日毎食毎食アイスクリーム食べてると変わらないんです。お砂糖ものすごいいっぱい多いんです。だからそういうお砂糖ばっかりのしていたらですね、チンパンジーたちのお昼ご飯始まりました。はい、何食べてるか見えますか？なんか茶色い棒のようなものを持ってるチンパンジーがいますね。はい、今投げ込まれました、茶色い棒。今のお話を考えると、あの棒はおそらくお野菜ですよね。そして私たち頼りにしている八百屋さんから手に入るお野菜で茶色い棒といったら何でしょう？ごぼう、正解、その通りです。ごぼうですね。お昼ご飯はですね、ごぼうを食べてて、今ですね、ちょっとあんまり関係ないんですよね、その話と。ここにいる小さい、ごぼうを振りかざしてるチンパンジーのお腹のところにもっと小さいチンパンジーがいるのかというとですね、お母さん、あそこの丸太にですね、またがってごぼうとですね、今じゃがいも取りましたけれども、お昼ご飯満喫中なんですね。もう赤ちゃん、4月30日に生まれた赤ちゃんなんですけれども、もうだいぶですね、育ってきて、そしてお兄ちゃんもですね、もう子守がですね、だいぶ4回に行かなきゃってスイッチが入って、子供を取り返す。今ちょうど赤ちゃんのお母さんのおっぱい吸ってたんですけれども、今この赤ちゃん、いぶきという赤ちゃんですけれども、4月30日に生まれたので、まあ大体、食べ物にですね、興味が湧き始めて、離乳、もうそろそろ離乳するかなっていう、まあ完全に離乳するのはですね、チンパンジー結構時間をかけまして、大体ですね、5歳ぐらいまではお母さんの、おっぱい、お乳を吸うというふうには言われてるんですけれども、でもですね、こういうふうに今みたいにお母さんが、食べこぼした食べ物なんかをですね、こう口に入れて食べるなんていう姿もですね、だいぶ多く見られるようになりました。これからですね、どんどん。ということで、餌の話からちょっとずれちゃったんですけれども、まあ、餌の話に戻りますと、思います。で、ちょっと糖尿病とかって難しいお話をしてしまったんですけれども、お子さんにも分かりやすいですね、果物とかばっかり食べていると発生してしまう病気というのが実はありまして、糖尿病よりもひょっとしたら恐ろしい病気かもしれないんですけれども、何だか分かりますか？お砂糖がたくさん含まれたものをたくさん食べることによって起きてしまう恐ろしい病気です。私たち人間にもよく、とても嫌だけれども、私たちはですね、その病気になるとそのお医者さんのところに行って治療してもらいます。歯医者さんに行ってですね、それで歯の治療を受けると、まあ、一応虫が治してもらうことができますけれども、チンパンジーたちですね、まず歯医者さんに次、歯医者さんの治療は受けられません。絶対に暴れますし、そもそも私たちチンパンジーと同じ空間に入れませんので、まあ、治療というふうになればですね、まずチンパンジー麻酔をかけて眠らせて、それから治療という形になります。そうするとですね、もう単なる歯の治療なだけなのに、ものすごい労力とですね、
ね、そして麻酔をかけるというのはですね、まあ、少しリスクがありますので、労力もあるしリスクもあるしということでですね、はい、ではですね、食べ物の話はですね、ここで一旦置いておいて、質問があればですね、後でお答えしますのでね、気軽にお声掛けください。続いてはですね、UFO キャッチャーのお話に移っていきたいと思います。今までのですね、お昼ご飯というのはですね、もう一人の飼育係が上からですね、一頭一頭チンパンジーの名前を呼んでですね、はい、何々ちゃん、ここだよって言って、こういうふうに投げ入れているので、それさえキャッチできればですね、ちゃんとここからはですね、チンパンジーたちの頭を使って、もらってですね、筒のような形になっている装置、こちらご注目ください。はい、今からですね、私がこの中に大体この1センチ角ぐらい、これぐらいにですね、切った餌をですね、入れていきます。お昼ご飯とはちょっと違う品目なので、この中に入った餌をですね、チンパンジーが取り出すんですけれども、どうやって取り出しているのか、何を使って取り出しているのかというのをですね、ちょっと一緒に観察していきたいと思います。ではですね、今餌を投入してまいりますので、皆さん少々お待ちください。恐縮なんですけども、今日平日にもかかわらず非常に多くのお客様、お見えになっていただいて大変ありがたい限りなんですけれど、配慮していただければと思います。はい、ではですね、草を取り出しているのかというところなんですけれども、まず何を使ってますか？棒。はい、この木の棒なんですけれども、どこにあるものですか？それじゃああまりにも答えが単純ですよね。はい、私たち飼育係はですね、この今使っている木の棒の材料は挙げてます。でもこのようにちゃんと、太さがですね、ちょうどよくって、この穴は壁の穴を通るぐらいの太さで、そして、長さもちょうどいいというものはですね、全く一切考えずに、私たちはですね、ただ単純に適当に木の枝をですね、パパパパパと切ってて、いろんなところに、設置をするだけです。なので葉っぱも使っている木の棒なんですけれども、これマイ道具、わかりますか？自分だけの道具なんです。私たちもご飯食べるときに自分だけのお箸ってありますよね。私のお箸みたいな、そんな感覚です。このチンパンジーが使っているこの棒は、このチンパンジーの木の棒なんです。でここでですね、はい、一日終わりました、お部屋に帰りますってなったときに、この木の棒どうするかというとですね、これチンパンジーによって様々です。わざわざ木の棒を使えないようにバキ取って、どっかにポイって捨てるチンパンジーもいれば、そこら辺にですね、ポイと捨てて帰るチンパンジーもいます。お部屋にわざわざ持って帰るチンパンジーというのは今のところいませんけれども、まあ、いてもおかしくはないんですね。はい、また次のチンパンジーは、吹雪ですね。5歳の吹雪がですね、何やら、木の棒を持ってきましたけれども、ああいう風にね、自分の道具は自分で作るんです。はい、どんなに小さくても、自分の動画は自分で作ります。あるいは誰か勇気、あ、やり始めましたね。はい、集中力は続かないんですけれども、狙った餌をですね、真ん中の穴をですね、めがけてこう落としていったと思うんですよね、まずは。で、穴を通って今度下の層に行きますね、餌が。この下の層も同じように、あそこの真ん中に開いている穴を目指してみんなのかというとですね、あの穴からちょうど正面あたりですね、ちょうどチンパンジーがいるあたりの、ところにいるので、この中には、この中から、この中に入ったやつはどうやったら食べられるのかというとですね、何か細長いものを使ってこの中にこう突っ込んで、穴からどんどん下に、ね、餌を落としていけば餌が食べられるということです。これチンパンジーが学んでですね、習得した、ここからどうやったら餌が取り出せるのかというのはですね、全部チンパンジーが自分で考えて編み出した方法でですね、餌をというところだけでも結構ね、すごい頭いいなって思うんですけれども、勉強するんです。
わかりました。チンパンジーは群れで暮らす動物なので、子供の時から、ね、周りに大人がたくさんいるんですね。お母さん以外にも、知らないおじちゃんおばちゃんがたくさんいる中で暮らしてます。そんな中でね、自分のお母さんから学ぶこともたくさんあるんですけれども、知らないお母さん、知らないおばちゃんとか、知らないおじちゃんとか、知らないお兄ちゃんとか、学ぶことっていうのもいっぱいあって、 UFO キャッチャーなんかその一つなんですね。周りのチンパンジーがな、どういうものを使って、どう今ですね、今ポキッと枝を打った5歳のイブキですけれ、あ、フブキですけれども、フブキはですね、最近かなり UFO キャッチャー上手になってきました。はい。道具選びもですね、最近はだんだん上手になってきてがですね、ちょっと太すぎちゃったりとか、逆に細すぎちゃったりとかして、あまり 上手に道具を選ぶことはできなかったんですけれども、ここ最近はね、だいぶ成長して、いい、ちゃんと自分でいい道具というのをですね、選んで探してくるということがですね、できるようになってきています。それで、餌、こんなちっちゃいうちから周りの大人からいろんなことを学んでるんですね。はい。今日はですね、続いて、自動販売機を使って買い物をするということだけでも、まあ、ちょっと驚きかもしれないんですけれども、実はですね、そこだけではなくてね、チンパンジー同士のやり取りというか、状況判断ですね。あ、今あの子がいるから今お買い物やめておこうとか、周りを見渡して、あ、この中で私が一番強いから今なら買い物できるとかですね、そういう、こう判断をするチンパンジーの頭の良さというのをですね、実は皆さんにはご覧いただきたいと思います。ではですね、自動販売機、早速使ってもらうんですけれども、まだこの状態だとチンパンジーたち、自動販売機使えません。なぜかというとですね、お金持ってるチンパンジーがいないからなんですね。これからお金を渡していきます。ちょうどそこにいるですね、ハンモックにこう足をかけてぶら下がっているチンパンジー、わかりますか？あのチンパンジー、チコというメスのチンパンジーなんですけれども、あの子なんかはね、これから私がそこに登って、コインを渡すのを待ってるんですね。ちょうどあの辺りからですね、お金渡していくので、今渡し待ちな状態です。はい。で、なので多分チコはですね、お金もらえます。あともう2頭ぐらいにお金渡せればいいなと思うんですけれども、ちょっと誰が来るかがですね、なかなかこの状況だと読めませんので、どのチンパンジーにね、お金が渡ったか気になるという方はですね、こちらの、今チコがいるあたりですね、あちら注目してですね、私がどのチンパンジーにお金を渡したかっていうのをですね、見てみてください。はい、ではお金を渡してまいりますので、少々お待ちください。まだ好きな、はい、誰も買ってません。はい。今通常の機会ありますよね。はい、あそこのすぐ隣、地面に座っているチンパンジー、わかりますか？あの他のチンパンジーが、お買い物をしたのをね、奪う才能があるんです。はい。で、あのチンパンジーがいると、自分が買い物した時に絶対ジュース取られるっていうのを、お金を受け取ったチンパンジーたち分かってる。まさしくここなんですよ、さっき言った駆け引きって。こういうことをちゃんと判断できるっていうですね、頭の良さをチンパンジーは実は持ってるんですね。じゃあ、あのチンパンジーいつになくなるのかというと、あのチンパンジー、あのチンパンジー頭がいいんですよ。お金を受け取ったのをしっかり見てるので、誰がお金持ってるかっていうのは絶対分かってるんですね。なので、なかなかあのチンパンジー動いてくれないと思います。誰かが上からこうね、もっと魅力的で、今こうあのチンパンジー、ナナちゃんっていうね、自動販売機からジュースを奪うことがですね、とっても得意なナナというチンパンジー対、さっき紹介したチコ、それからあとはさっき、あともう2頭にお金渡したんですけれども、お金を通じてですね、チンパンジーのことをご紹介してまいりました。で、このお話をやる本当の目的というのはですね、皆様に少しでも、チンパンジーについて興味を持っています。
このまま行くとですね、野生ではチンパンジー絶滅してしまって、チンパンジーという動物は動物園はい、長野見てますよね。はい、そして守ってますね、体全体で守ってます。私たちこのことを襲いには行かなかったっていう、そういう駆け引きが今、見れたんですけれどもね、まあ、そういう若者の良さでもいいですし、まあ、チンパンジーのこの動きとチンパンジーが地球からいなくなってしまうということをですね、防ぐために、あの皆さんの協力というのが必要になってきます。この話を通じてチンパンジーに少しでも興味を持っていただけましたらですね、何ができるのか、チンパンジーのために何ができることはないかなと、考えてですね、ぜひ実行に移していただければと思います。はい、ちなみに今空き缶回収機ということに6当たり缶入れました。そして小窓を除いて何か受け取りましたけども、はい、あそこから実はですねお金出てくるんですね。空き缶を回収するとですね、星が出ないみたいでですね、あまり奈々ちゃん奪えてませんけれども、まあ、こういう形でですねチンパンジー今のですのでね、ぜひぜひ皆さん今後もですねチンパンジーを応援していただければと思います。ではチンパンジーの金髪トークこれで終了とさせていただきます。皆さん今日はどうもご覧すげえ、靴と見張ってる。もう出てきてどこ押してもいいですよ。
Yeah.